白くてためになること教えてあげましょうか。お母さんにも叱られませんよ。サリーと僕は困っちゃった。あいにくその日はお母さんがいなかったんだ。うちの金魚が言った。ダメダメ、追い出してよ。キャットインザハット遊んじゃダメ。キャットインザハット家の中に入れてもダメ。家の周りにいるのもダメ。お母さんがいないときは家に入れちゃダメ。まあまあ大丈夫大丈夫と言ったのはキャットインザハット。悪い遊びじゃないんですからとキャットインザハット。さあ始めましょう。その名も金魚と一緒にアップアップアップ。面白いと思えば思うほど面白くなる。面白さ下ろしてよと言ったのは金魚。面白くないから下ろしてよとまた金魚。落っこちたいとも思わないから大丈夫。ミルクにケーキ、本もこうして持ちまして、金魚にベーキ、船もこうして持ちまして、船に船長、こんにちは、見てくれてます。赤いセンスは尻尾の先でバタバタ置いて扇風機。私は玉乗り、ピョピョンがピョン。でもこんなもんじゃない、まだまだこれで終わりじゃない。と言ったまではよかったんだけれど、その時だ。キャットインザハット、モンドリ打ってボールから落ちた。サリーと僕は見ちゃったぞ。何もかも真っ逆さまに、あれもこれもひっくり返って落ちたとこ。うちの金魚も落ちた。それで今じゃポットの中だ。面白いかって？面白くない。全然面白くない。これっぽっちも面白くないとポットの中にすっぽりはまったうちの金魚。何にもちっとも面白くない。まったく最悪。何をしたんだとキャットインザハットに言ったのはうちの金魚。どこをどうしてどうなった？ここもあそこもこんなにしちゃった。
白いことが大好きです。木でできた箱から出てきたもの1号、もの2号、僕たちに向かって走ってきた。こんにちは、もの1号、もの2号と握手しませんか。サリーと僕は困っちゃった。それでもの1号、もの2号と握手する羽目になっちゃった。モノたちのニコの手と握手したよ。そしたらうちの金魚が言ったんだ。ダメ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 、家の中に入れちゃダメ、追い出してよ。お母さんがいないときは家の中に入れちゃダメ、追い出してよ、追い出してよ、と言ったのはポットの中の金魚。残念無念ですよ。キャットインザット。
全部拾ったキャットインザハット。ケーキに礼金、ドレスにミルクに、タコ糸に、本に、お盆に、センスに、コップに、船に、金魚に、全部拾って片付けて、はい、この通り。帽子をつまんで挨拶して。